よし、第6話やってきます。星と共に去りぬ。タイトル早い。あ、もうやっぱかなり有名人やん。いつも舞台見てます。ありがとう。大丈夫？人だかりできん？手紙？ここに来ること想定されてた。想定というか、そんだけ常連ってこと。本当は定義どうした？何のため息？てか次回予告でなんか裏切りっぽいムーブしとったけど、やっぱりアナスタシアがスパイになるんかな。あ、忘れとったわ。クリスマスね。寒いやろそれ。出すぎ肌。なんか羽織った方が良くない？せめて季節感全く感じんね。次はいよいよ過激団対戦の決勝戦だ。桜2あたりはもう夏服と冬服というか普通の服あったよね。手強い相手だが覚悟を決めて勝ちに行くぞ。あ、もうラストか。ここでそっちの覚悟はもうとっくにできてるぜ。いや、もう2回戦やった感じもう楽勝やん。あれ、そんな困る感じじゃない。そっちの方がなんつうかドキドキして。あ、クリスマス公演か。そうです。決勝戦の前日。はあ、忙しすぎ。12月24日のクリスマスイブで、その日は舞台も壊れたまんま。わかってるよ。俺たち帝国歌劇団花組が目指してきたもう一つのクライマックス、どこでやるんかな。そう、先月は外でどうのこうの言っとったけど、でっかい声でいくか。うずうずしとる。クリスマス公演だ。こんな大声で言わなくても分かってるよ。初歩上がったか。うん、定十郎さんも気合入ってますね。ま、こんぐらいやっとかんのよね。私もちょっと大声で言いたい気分。クラリスの全力も見てみたいな。クリスマスは本当にあるかそれ。思いっきり楽しむべな。お、アナスタシアも。強い声に乗せて伝えたくなるもの。いや、あの冒頭の舞台は夜叉に壊されたが、あれ俺たち定撃は、ね、何の伏線なんかな。何があっても負けない心を。そして何度でも割と楽しみ的な今セリフ言っとったけど、思いっきり見せてやろう。うん、頑張る。戦うだけが私たちじゃありません。この日のためにみんな練習を頑張ってきた。まあ本来の歌劇団対戦ならこれもなんか審査項目に入っとるってことやね。ええ、そうね。頑張りましょう。いつも通りなのか、なんかあの点点点が気になったな。実はもう決めてある。はあ、というかすみれさんからぜひやってほしいとお願いされた演目があるんだ。過去定劇でやったやつかな。それは、あ、帝国歌劇団花組伝説のクリスマス公演演目2のです。奇跡の鐘だ。マジかよ。知ってんの？奇跡の鐘なのか。大正維新事件の時、おお、そう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 、限りない勇気を与えた奇跡の公演2ですね。私たちの手でその奇跡をもう一度起こせということですね。まあ今やりましょう。革命というか何かを変える瞬間なのかもしれん。今のウサミたちならできる。うん、戦力的にも昔の脚本は資料室に。過激の方もなんか今の状況に合わせて手直ししてみます。そのまんまの。あ、でも人がまた数違うのか。主役はアナスタスとして。今回の主役にふさわしいのは私じゃない。さくらだと思うわ。え、ヒロインがやるんじゃないの？私が主役ってどうしてですか、アナスタシアさん。2やったら夜叉との出会いを経て誰が主役やるか選んでね。自分だけの強い心を見つけた。その心の力を見せるのが
帝劇復興の証であるクリスマス公演に必要だと思うから。でも確定なんかな。でも私にできるでしょうか。大丈夫よ、あなたならきっと素晴らしい舞台にできる。師匠がそう言うてます。ですか。だってあなたは私の一番の。すごいこの画角いいね。スタシアさん、画面の4分の1あれやったわ。この沈黙、はい、やらせてください。私にアナスタシアさんに教えてもらった全てをこの公演で出してみせます。いや、さくらは嬉しいかもしれんけど。それでいいかしら、キャプテン。え、選ばさせて。聞いとく。アナスタシアはそれでいいのかい。ええ、もちろん。選びたいよ。興味があるのよ。オマージュするやったら2をちょっと接収してほしいよね。さくらに任せよ。あ、決定した。ありがとうございます。よし、そうと決まれば。残った子たちすごいつまらんというか納得しとる。みんな集まろう、気合い入れていくぞ。クラリスとかちょっとやりたかったんじゃないの。私が。当然主役はさくら。うん、うん、分かった。うん、演じよう。クリスマスに大きな奇跡を咲かせましょう。おー、あー、この歌なんだっけ、うん、よし。これも2か。これがあれか、クリスマス公演の決勝戦に。クリスマス公演、大きなイベントが立て続けて大変だが、今の俺たちなら絶対大丈夫だ。よし、気合を入れていくぞ。うん、スミレ、支配室に来て。頼みたいことがあるのをすぐに支配室まで来てちょうだい。頼み事？新しい任務かな。よし、急いで支配室へ向かおう。スパイの下りの可能性もある。おしゃれな、なんか机使った、こんなあったっけ、こんな横倒れるやつ。うん、あー、このなんかろう、なんかろうなんやろう。こういう机今欲しいんですよね。ちょっとまたプライベートというか仕事の一環でちょっと資格試験取らなくし、資格を取らなくちゃいけないんですよね。なんでちょっと動画をまたお休み。去年の今頃もそうしたっけ。うん、ちょっとまた国家資格取らなくちゃいけなくて、まあ合格率は似たようなもんですね。 40% 前後かな。まあ真剣にやれば受かると思うんすけど。まあどうしようかな、このなんか全然別話。まあおそらくちょっと取りだめして休むことになるかな。まあそれ置いといて、初歩見てくれよ神山。ちょっと妙なものを見つけたんだ。うん、妙なものってこの紙か。どれどれ、何か書いてあるな。クズ、カバ、団子、肉、食い、うん、食い物とも言い切れんか。クズとカバ、これなんか繋げたらなんか一つの文章になるとか、どうだ。な、さっぱり分からねえよな。なんかの暗号だろうな。逆さに読む、じゃないな。いや、アナグラムか。並び替え？アナグラムってあれか？文字をバラバラにして組み直すってやつ。分かってんの、初歩。おお、よく知ってるな。その通りだ。え、これぐらい当たぼうよ。じゃ、早速やってみようぜ。まあ、そうと決ま、まあでもやってみるのか。そうだな。文字をバラバラにして並び替えると。クズ、カバ、団子。爆弾？あ、これじゃんね。クズカゴに爆弾。そう書いてある。クズ、団子、
あ、まあアナグラムならしっかり並び替えてあるね。クズカゴに爆弾？すげえ、よく分かったな神山。あ、でもあ、どうなの無理やりこじつけた感じもするけど。で、それどころじゃねえよ。これってつまり、なんてことだ。これは犯行声明だ。きっと定撃のどこかに爆弾が仕掛けられた。大変じゃねえか。早速探し出さねえと。落ち着け、あつお。今騒ぎになると大変なことになる。いやでも、限られた人間にはちょっと、さっさと伝えてさ、手分けせんと、実際やばくね？クリスマス公演できんくなるぞ。君はここにいてくれ。爆弾は俺が必ず見つけてみせる。一人？わかった。信じてるで、神山。クズカゴに爆、いやでも、合ってんのか一応、アナグラムとして。すご。んで、クラリスお部屋におる。あ、一回イベントすごい。風呂、風呂もある。風呂もある。いや、すみれさんさっさと来いそうだしね。ん？でも、このパティーンは、あれか、最後に回してもいいのか。んじゃあ、クラリスんとこ行って、お風呂行って、入れるか。びっくりマークついてなかったよね。神山だけど、入っていいかな。あ、はい、空いてますから、入ってください。お、ゲット。うん。執筆中？なんか、直すとか、つと、この目線いいな。そそるな。クリスマス公演に奇跡の鐘。まるで夢のようです。クラリスも、そんな伝説的なもんってこと知ってんだ。何十年経っても色褪せることのない美しい歌。奇跡の物語。演じられる奇跡に感動しています。そして、いつかは、私、ほら、やっぱりやりたいやん。ここもやっぱヒロインがやるってのにすればよかったのに。クラリスなら大丈夫だよ。きっと、超える作品を描ける。何を、私そんな、無理に決まってます。1話の頃のクラリスになってる。もう、からくわないでください、神山さん。あ、ごめんごめん。選択肢なしか。でも俺は、本気でそう思ってるよ、クラリス。選択肢なしか。勝手に上がっていてほしかったの。てか、クズカゴってさ、ロビーとかにあんのかな？クズカゴ？外でんなんてことは違うよね。そうそう、お風呂へ先に。てか、0時のイベントはないんだ。さあ、勝負の時ですね。これで全員分かな？おらんよね。よし。なんか悪いことをしているわけじゃないのに。なんか、劇場くんのあれある。そわそわしてしまうな。早くここから出た方がいいんだ。悪いことしとるよ。でもなぜかもう少しだけ痛いんだ。行きますか。誰かこっちに来てよ。どうすればいい？もう隠れるか、それと忍。あ、終わったよ。この時間は誰もいない。あ、アザミが来とった。思わず激怒してしまった。めっちゃ違和感あるよ。どれだけ慌てているんだ俺は。バレた。もう激増か、いつの間にここに。いや、怪しいやろ完全に。気にしても仕方ない。早くお風呂に行かないと。こんな朝っぱらなんかな。朝風呂心臓に悪いぞ。とりあえずカット。見つからずに済んだ。こんな感じだ。どういう仕組みなの。蒸気が物質化しとるってこと。
いや心配っすね。心配だ。うん。様子を見てみよう。万一溺れていたら。ちっちゃいからね。アザミは行くしかね。ん？アザミ？あ。どこにもいない。一体どこへ？早すぎた。まさか溺れてないだろうな。アザミ。頼むぞ。頼むぞ。来た。練習してんの？服で。あれ、清浄炉？おい。せめて。アザミ、大丈夫なのか？無事か？もちろん無事。忍術の修行をしてただけ。風呂は？清浄炉は？どうしてここに？いやちょっと見回りで。それはもちろん。風呂掃除じゃないですか？風呂を掃除に来たんだ。ほら、たまにはお手伝いをしないとか。聖獣郎も、うん、上がっていく。さすが聖獣郎、できる男。イージーでしたね。聖獣郎、アザミの修行のことは内緒ですね。うん、もちろん。みんなにバレたら怒られる。別になんか捨てるぐらいならさ、なんかそういう練習に使ってもいいんじゃない？俺からどこかをもらったことにすればいいだろう。いいの？もちろんさ、アザミのためだからな。そうね。戦闘にもワンチャン使える可能性も。もうちょっとやった方がいいんじゃない？え？なんかミスったかな。エロさ1ミリもなかったな。帰るか。でなんか楽屋とかにちょいちょいおったね。ん？誰かはわかんないのか。奥から行くか。くずかご。楽屋とかにはあるか。え、こんなとこまで設置しに来る。え、まさかそれ？あ、違う。あ、でもくずかごある。え。でも違うイベント？いやね、何？ん？これのノートか。すぐ忘れるやん、あいつ。裏にクラリスの名前が書いてあるな。仕方ないな。早いとこ、クラリスに届けてあげよう。中身見んなよ。学会でも見つけたクラリスの創作ノート。勝手に読むのも悪いし、早くクラリスに届けてあげよう。でも、やっぱり絶対見るやん。ん？見ない。お、成長したんだよ。んじゃあ、お隣の衣装部屋か。アイコンないってのはまた気になるね。ただ今みたいになんか、誰もいないイベントが、あ？あ、これか？クズカゴ。え、明らかにおかしい位置に。え、もっとロビーとかに、ないと意味ないんじゃないの？このクズカゴ、ああ、なんとか今度か。どうしてこんなところに、いや、間違いない。これが爆弾だ。誰だ？ハツオ。悪い。やっぱ気になってよ。ついてきちまった。風呂場の下りバレとる。いいところに来てくれた、ハツオ。レイジを呼んできてくれ。爆弾を見つけたぞ。本当か？何？よし、よかった。すぐに呼んでくる。一応下には行ってんのか。イベントはないけど。ああ、レイジ、どうだ？確かに何か仕掛けられてるな。爆弾の可能性も否定できない。信じてくれと。でもガチっぽいね、なんか、でも。そうか。で、どうする？もちろん、解体するに決まってるだろう。俺を誰だと思ってんだ、頼もしい。さすが世界一のメカニックだ。それで俺にできることはあるか？なんかお使い？俺が解体してる間、箱を押さえててほしい。もし爆弾なら動いた瞬間、ドカンだぜ。ここでやんの？神山だけじゃ不安定だろ。私も一緒に支えるぜ。これはお楽しみイベントか？ダメだ、ハツオ。危険だからお前は離れてる。何言ってやがんだ。私らみんな仲間だろ。
して、ジュロー。今回はハツちゃんの勝ちみたいだな。さ、二人で抑えてくれ。当たるんじゃないの？大丈夫か？あ、そういうことか。すっごい。すごいな。あ、大丈夫か？今の顔。爆弾に集中しないと。集中しないと。あー、終わったか？おい、神山。力を安定させろってどこになってんそれだって視界に入るしさ。ごめん。でも、ちょっと近すぎて、気に、すんごい。あー、わかってるよ。そのだらしない口を閉じやがれ。おい、何やってんだ、二人とも。普段が、爆発する？しまった。あ、ガチな。終わった。あれ？生きてる？爆弾じゃなかったのか。けど、今の光は。あ、アザミ？何？罠。見つけた。これで任務完了。あ、アザミ、任務って一体？定義に仕掛けられた爆弾まんじゅうを見つける。それが棟梁から課せられた今日の任務。何勝手にここ使って修行してんの？爆弾まんじゅうだ？あいつ侵入しとるな、ここに。これでおやつを確保できた。さらば。おやつ？ははなんかどっと疲れたな。まったくだぜ。けど、何もなくて、よかった。な。一段階下がりましたね。何もなくはなかった。ただまあ、うん。よかったですね。非常に。あ、ブロマイド？これはブロマイドか？また、うん、そうなるよね。凄腕の二刀流は、目にも止まらぬ速さで敵を制圧する。神山聖二郎、押して回る。いつ取られたんこれ。おぉ、これは俺のブロマイド。やっぱり二刀はかっこいいな。うん、いやいや、そこじゃないって。いつ取られたんだやろ、普通。で、カオルさんかな。白州さん持ったっけ、食堂。ん？返事がない。が、気配がするぞ。入ってみるか、大丈夫か？勝手に行った。手が、レイジとカオルさん？なんだか様子がいつもと違うような。できてんの？うん。その、カオルちゃん、あの話、考えてくれたかな？マジか。すいません。今はそんなこと考えてる余裕は。まあ、地味な格好するけど、こんな時だからこそ、俺は真剣なんだ。クリスマスが終わってからじゃ、遅いんだよ。柴さん。俺は今、カオルちゃんの口から答えが聞きたい。これは、もしかして愛の告白か？ドアの開け閉めでバレてない？俺も告白する。いや、これは時間経過がじゃない？正解。すごい。すごい求めてる。いかん。これじゃ盗み聞きみたいじゃないか。ま、とりあえずそうね。わかりました。なんとか無限の整備費を追加しています。そっちかい。本当かい。ありがとう。やっぱりカオルちゃんは頼りになるぜ。足りてなかったんだ。私もやれることは全てやるつもりです。花見の皆さんに勝利をもたらすために。でもそこまで予算出るようになったってことやんね。そういう話だったのか。二人とも、俺たちのために。俺たちというか、まあ、定撃のためにもなるしね。勝利をもたらすために。相変わらずかっこいいね、カオルちゃん。なんか馴染みがすごいな。何日も何日も誰にも言わず、徹夜でセーブし続ける人には負けます。みんなプロフェッショナルやな。そんな立派なもんじゃない。容量が悪いだけで、これはご謙遜を。そういうことにしておきましょう。では、これで。できてたら嬉しいけどな。二人とも、ありがとう。見ていてくれ。絶対に勝ってみせる。バレとるやろ、その、
頭出すぎとるよ。なんならドアガチャってやった瞬間もう見るやろ普通。そんだけ熱弁しとったってことなんかね。で拍手し、オムライス芝居てる？どうのこうの言われにはなんか料理並んでないよね。机にオムライスぐらい置いておいてほしいけどね。はい、舞台はなくとも最高の歌劇にするんだとこれまで以上に張り切っていますよ。うん、士気は高いね。無理をしすぎていなければいいが、なんか二人で会話する描写も欲しいな。無理してんじゃない？ちょっと無理しすぎに思います。いっつも無理しとるもんな。ちょっと納得するまで稽古をやめないか。なるほど。桜らしいな。昔からそうやよね。書道の時間に一番な。同じ文字を何百枚も書いていたのを思い出すよ。ああ、仙台での話か。同じような感じですから、少しは程度を考えて休ませるようにします。頼んだよ、神山くん。君ならば桜も言うことを聞くだろう。桜が何百枚も書いた生徒の人は、たまらん眼差ししとるな。優しさに満ち溢れていたのだからな。誰かの名前に入ってそうやな。何か言いました？清十郎がなんとか。いや、なんでもない。気にしないでくれ。だが、まあ、含ませるね。懸命に何かを目指すのは悪いことではない。歩みを止め、成長する意志をなくしたとき、人は老いていくのだ。そうかもね。それはその通りです、ね、さっき資格勉強の話したけどさ。お待たせいたしました。あ、来た。マジで来た。オムライスでございます。初めてじゃない？このオムライスにしてもそうだよ、神山。デミグラスソースうまそう、マジで。オムライスですか？デミグラス。初めてだっけこの。え、でも前もなかったっけ？革命だよ、これは。味の探求。でも初めてか。止めない姿勢、まさにオムライス。素晴らしいと思わない？はい、そうですね。オムライスだと思います。俺も同じこと言いそう。いいこと言う人なんだけど、時々わからなくなるな。オムライス。うん、耳であった。ごちそう。いや、普通に食いたい。1000円、1500円ぐらい出してよかったかな。君もオムライスのように、私も君も歩み続けようじゃないか。そう、オムライスの人生を使いこなしてやがる。あ、でそう、資格試験の話で、そう、なんかね、やっぱ強制的な課題ないとなんか勉強なってね、社会人になってからやっぱせんしね。あとそう、今単身赴任もしてるんですけど、あのこっちの行事事が本当に多くて、スポーツ関連とかもうね、なんか走る系とか本当になんとかボール大会とか結構あるんですけど、なんかやっぱ強制的にやらされんとなんか動かないってのもありますよね。特に今の若い、参加率も悪いわな。だからこそちょっとありがたいなと思って参加してるんですけど、やっぱ歩みを止めた時置いていくからね。オムナイスな話でした。で、いつきちゃん。あ、もぎりしん、花見復活、おめでとう。復活、建物を含めて？帝国、大帝国劇場が壊されちゃって、もうダメかもしれないと思ってたけど。でも、また花見の公演が見られるなんて、まさに奇跡だよ。いつき感激。花見ともぎりしんを信じてよかった。本当にありがとうね、もぎりしん。なんかいろんな言い方あるの。え、もぎりしん？もぎり二等兵からこうなったんだっけ？もぎりしん。いつきちゃん。上か？無難に上がるっしょ。いつきちゃんのおかげだよ。ファンのみんなが俺たちを支えてくれたんだ。
あれピンポン並んじゃう。花見と私たちは一心同体。ピンポンとかチリーンか。どちらかけても生きていけない家族みたいな存在なんだよね。ああその通りだよ。本当にいつもありがとう、いつきちゃん。えへ、どういたしまして、神尾さん。これからもよろしくね。おごっろん、マジ？無難なやつ選んだのに。キスもワンチャンあるかなって思ったけど、人増えたな、というか。明らかに増えたね。いやー、ちょっと一般の方の会話も見てみて、ああ、ポスターが。もう桜ベースで作ってあるよ。え。さっき話したよね。ちょっと早すぎでは。桜が主人公で、みたいな話、さっきやったよね。で、奇跡の鐘、定劇復活にふさわしい舞台だ。俺だけ。で、グッズは変わらずかな。公演ができなくても、定劇を支えてくれるお客様がいるよ。本当にありがたい話だ。まあ、ここで収益、ジャリンジャリン言ってるってことでいいんやよね。めっちゃ迷っとんな。劇作欲しいか？で、ちまっちゃん。あの、腹のちまが気になってさ、そう言ってしまう。ちまっちゃん。まあ、右読みってことやよね。町。小町の町ってことやね。お、どないしたんや。写真買いますか。毎度勉強しますね。あと、この辺、クロリスかな。言うて、ちゃんと美人やもんな。普通に好きかも。また来てや。ただ、さくらも普通に可愛いしな。まあ、初ホモか。アザミに関しては、まあちょっと養生枠なんであれですけど。そういう趣味はないですね。どうしたら儲かるかな。また儲け話のネタですか。精が出ますね、小松さん。この、小町にだけの、敬語が本当に気になるの。そんだけ年上なんかね。そりゃそうや。あては商売人なんやからな。クリスマスに華麗に復活する帝国歌劇団花組。この機会を逃すなんて当てにはできへん。どうやったらジャリンジャリン儲かるか、しっかり考えんとな。お礼できることがあったら言ってください。協力しますよ。ありがとうな、神山さん。その時は頼りにさせてもらうで。これだけか。じゃあ。あらかた、あ、クロリスが増えてる。あ、ノートか。このタイミングでお父さんと、あれ、終わるってことやんね。イベント自体が。また変なことになっとる。あ、てか、上海だけ気になるな。わざわざここ通っとるってことはさ、好きになったんちゃうん？定劇のこと。あのね、シャオロンさんに花組のこと聞いてみて、あ、中華屋行ったん。シャオロンさん、笑っていたわ。応援してるんだって。いいやつ。あ、それだけ？人捨てのいいやつ話は、なんか、好感度倍上がるな。普通に入ればいいのにな。部屋だって余っとるから、二人くらい、なんとかできるよ。な、ここにユイか。シャオロンは地下かな。あ、おこ。屋根裏あったわ。うん。調べる。この家は屋根裏か？屋根裏も物置になっていそうだな。なんでここなくしたんかね？ね、イベント箇所として普通にあればいいのに。資料室。ノート落ちとったぞ。あ、普通に持ってく。ちょっとデコってあるのかわいい。市販にないよね、こんな。よし、ここに置いていこう。伝言を残していけば、クラリスに。ああ、変なことにはならなさそうね。見るんか？見ちゃうんか？
でもその前に少しだけ本当に少しだけ見せてもらおう。おい、室内で魔法食らうことになるぞ。どれどれ、勝手に見とるよ、選択肢なしで。赤い羊か、名人層みたいだな。ガチやん。旅先で殺人事件に巻き込まれた探偵で、名前は神山清純。絶対主人公こいつや。あ、すごい書いてある。文字だけじゃなくて、なんか実は真犯人から身を守るために勉強のノートみたいになっとるな。何、刑事の島が犯人だと。あいつおい、いきなり誰かに殺された。レイジも出とる。まずい、あ、後ろ。背後に人影が。真犯人なのか。おい神山、気づけよ。独り言が過ぎるぞ。終わったな。あ、ここで終わっていい。しょ。書きかけだったのか。気づいてない。いいところで終わるなよ。まだ気づいてないな。殺されるか。今回は立作なんですよ。読んでいいの。神山さん、いかがでしたか。感想を聞かせてもらえると嬉しいんですが。いいの。わざと読ませた説ある。人が死にすぎて辛い。行こうかな。してやられたよ。すごくドキドキしたし、何よりまさか俺が出てくるとは思わなかったね。これが舞台で表現できたら結構面白い。上がっていく。この帝劇の人たちが出てくる設定、最初はちゃんと決めるまでの仮のものだったんです。へえ。でも人物の性格や個性が分かっていると、そうね、すごく書きやすくて、そういうのもなんか楽しくて、書き手にとっちゃ大事なんかな。物語の展開を考えるのはすごく苦労しました、うん、特に難しかったのは書きかけの続きの部分です。真犯人がどうやって主人公を殺すの。ちょっと待った。それ以上は言わないでくれ。頼むから早く続きを書いてくれ。普通にファンになってる。でも今回は神山さん、なんか読み書き文も出してもいいレベルなんかもね。勝手に読まれるのは嫌なんですけど、まあそっちは忙すぎるか、雑誌とかね。わかりませんから。それに今回は普段は書かない作風にしたんです。そうなん。だからちゃんと書けるのかどうか。どうなっとる、不安だったんですよ。なんか付箋みたいないっぱい貼ってある感じがする。思うように書くことができました。新しいものに挑戦したのが良かったのかもしれないね。次の公演での脚本はさらに期待できそうだよ。1月これなんかな、はい、次のアイデアはもうあるんです。すごい。書けたらまた見てもらえますか。天才やん。俺でよければ喜んで。クラリス、期待しているよ。覚醒しとるよ。これで加えて演者もやっとるやろ。すごいな。脚本を書いていると思うんです。限界なんてないんだって。1話のクラリスに聞かせてあげたいな。だから、いろんな作品に挑戦してみたいです。書くのも、演じるのも。うわ、そんな桜張りになんかね、いろんなことに手出しとるね、みんな。うん、頑張れオムライス。じゃあすみれさんとこかな。風呂場2回目ないいよな。のあとなんか汗かいたしみたいないか。参りますか。すみれさん、お待たせしました。